現在地球中心説である天動説を唱えている人はいないでしょう科学的に地動説が証明されておりもし今の世で天動説を唱えたら笑われるか相手にされないでしょう日本の財政破綻論を聞き始めてから20年以上が経過します一体いつになったら財政が破綻するのでしょうか 今の日本の経済状態ならいつになっても財政が破綻することはありません。自国通貨建ての借金なら財政は破綻しません。日本の借金は100%自国通貨建て、円建てで従って財政破綻はしません。それよりもむしろ考え方が逆で国家の借金は国民の利益なので日本はもっと借金を増やさなければなりません。 そうしなければ国民の利益は増えません。残念ながら日本の異性者の中心は、貨幣感が間違っています。要は財政破綻論者です。貨幣感が間違っているので、そんな人間が政治を行うことで、日本経済はどんどん衰退していってしまいます。日本が衰退していってるのは、神の試練ではなく、単純に異性者の貨幣感が間違っているという人災によるものです。 ではなぜ日本の為政者はいつまでたっても貨幣観が間違っているのでしょうか古いにしえに信じられてきた天道説で例えます1つ目は古来天道説を信じられてきており今更疑う頭を持たない2つ目はだんだんと地道説が正しいと分かってきましたが今更天道説は間違いで地道説が正しいと立場的に言えない 3つ目は、地動説が正しいことは分かっている。しかし、既得権益を失いたくない。この3つのうちのどれかでしょう。天動説の例えでかえって分かりづらくなりましたが、天動説の例えで滑稽さが一層分かっていただけたと思います。今の世の中で財政破綻を唱えるもの消費税増税を唱えるもの財政問題を唱えるもの それは例えるのならこの時代に真剣に天動説を途絶えるようなものです。本来ならそんなやからは笑い飛ばすか無視すればいいのです。しかしそういうやからが為政者の中心となっているのが元凶です。そしてそんな政治家を選んでいるのは私たち国民。地球を中心に宇宙が回っているというやからに国政を任せてもいいのでしょうか 大地は4頭の象が支えるお盆の上にありその象たちは巨大な亀の甲羅の上に立っているこんな地球平面説を唱える輩に日本の政治を委ねて本当にいいのでしょうか